意外と少ないじゃん。にしてもさ、赤の妖精が普通にいるけど、本当にこれ最後なのか。妖精をモチーフにしてる割にはなんか違う気がするな。怪しいなとか言ってて、これで終わりだったら拍子抜けするかな。普通に行くぜ。お邪魔します。さあ存分にやり合おうか。ブーメランのキレがちょっと甘いんじゃない。 ありがとう。悪口言ってごめんなさい。なんだあれ、これどうやって取る。 あいつか。意味ありげだぞ。見切った。あ、違うか。いけるいける、自分を信じろ。ほら行け。無理か、これ壁蹴るしかねえな、こうなったら。危ね。まあ取れました。よし、このボールを蹴ってやればいいかなって思ったけど届かなかったからね。ちょっと待って、壁蹴れそうじゃん。ここも壁蹴りステージですね。最後に OK。 おお、あんなところにも一つある。どうやって取るか考えるべきでは。というかこれもしかして上げたら取れねえパターンでは。やってくれたな、ぽいな。上げなかったら壁蹴りでいけたか、そんな感じしますね。さすがクッパさん、一味違う工夫をしてくるね。危ねえ危ねえ。ふう、で中間キノコの歩む道は止められんさ。ブーメランもいるのか、忙しいステージだこと。ヒュー、止められちまったさ。お、ほう、どうも親切に。クッパさん余裕っすね。敵に施しを与える。いてぇ、仕方ねえ、禁じ手を使わせてもらおうか。どうでは、よし。さあ次の地点に行くぞ。次はファイアブロスかな。そうでもなかった、シンプルにクッパかな。さあ来たぜ、マリオかと思ったら俺だぜ。残念だったな。ほう、え、またお前かよ。君それ好きだね。改造したで、どやー。あ、そう、お、いきなり炎か。ブーメランはさすがに通用しないらしいですね。まあさすがにブーメラン通用したら使用しなきゃだ。おい、行ってしまった、トゲだ。これマップギミックが強いパターンのボスでは。ほらよ、トゲに気をつけろ。めっちゃ炎吐くじゃんお前、やめてくれよ。おお、演出いいね。もっと別のところに力入れた方がいい。ザータイミングよ、結構きついぞ。でも意外と端には打たないよね、クッパさん。こう早めに渡っておこう。ほらよ、危ね、よしよし、気をつけろ。意外とこれテンポ早い。よしよしよし、いよいよ最終マップだ、行くぜ。にしてもこれが本当に最後なのだろうか。じゃあ吐いてくるけど、早く投げるもん投げてくんなよ。うわ、
かんかん、あかん、あかん、調理される、調理される。全然弾投げねえ。やっとかよ。オッケー。中央危ねえな、これ。くそ、まあいい、間に合う。オッケー。よし。あと一発だ。ボスとしてどうなんです、同じギミック使うの。あばよ。でもさ、最後っぽくないな、これ。まだあるか。あ、熱そう。あでもクッパさん、あれでも普通に蘇るからすげえよな、生命力。頑丈だからね。何気に時間がない、助かる。よし。おお、どうもどうも。さあ、感動のエンディングでいこうか。隠し棒あるって分かりきってるから、まだって感じはしますけどね。オッケー。なんか女王様たちって小人みたいな感じになってね。だよな。さすがにこれで終わりではないでしょう。ちょっと不安だったけど、本当に終わりだったらなんかハードル上げて申し訳ねえことしたになっちゃったけど。おお、わしづかみ、イエーイ。ちゃんと押し込めるんじゃなくて、待遇のいい瓶用意してあげるあたり優しいよな。そうか、途中で見えたあのクッパの船ってもしかしてここで出てくるのか。途中チラ見してたじゃないですか。ここで来るか。妖精にしてはまがまがしい、いつも通りのクッパだなと思ってたが。キノコの旗を掲げられるって、まあかわいそうに。さあ、お邪魔しようか。ほう、いや違う、このマップではない。どうなる？うわ、しかも、うわ、ステージ8じゃねえか。騙された。いつも通りだったか。すげえな、マリオパーティーしてるんだこいつ一人で。親近感湧いてきたわ。ここ何？このスペース何？この空き地なんだよ。未完成か？お？招待するならそこら辺ちゃんとしてくれないと。さあ、ワールドクッパですね。まあここを次回制圧しましょうか。ありがとうございました。さあ参りましょう、クッパワールド。実はワールド6と7楽しくてぶっ続けで録画してたら、案外今回は映像データ壊れてなくてですね、なのでクッパも全部通しでいっちゃえるんじゃないの、時間次第ですけど。あらら、リズミカルじゃない。で、例によってキノコだけでなんか取れるスタンプとかもあるかもしれないんで、ここら辺はもうサクサクいっちゃいましょう。視界に入ったやつは回収するが。よし、行くぜ。うえ。で、しかももうキノコくんの残機はない。気をつけろ、あれ厄介だな。おい、気をつけろ。 OK、 よしよしよし。左なんかあったっけ、見てねえ、カメラ。おー、グリーンスター見っけ。取れねえな、あれ多分。ジャンプ力足んないんじゃない。試してみる価値はあるか。試してみる価値はあるとか言っておきながら、落ちたら悪。あー、無理だ。あくそ、壁切りの距離が意外とねえじゃねえかよ。キノコくん瞬発力をこうもっとさ。じゃあダッシュで行こうか。なんかここら辺ないのかね。あ、ベルもらった。あれ、なんでさっきキノコだったんだ。そこら辺納得のいく説明が欲しいですな。なんかあったっけ。ただのキノコだったよな。まあいいわ、もらえるもんはもらったし、これで取れますね。ラッキー。しかもあそこのハンマーくんも、ハンマーじゃねえけど取りやすいぞ。 OK。 さて、では回収しちゃいましょう。この次で楽々ですね。
これが1個目であったら楽だが、オッケーオッケー、欲張ると刺さるぞ。さてさて、怖い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 、おや、オッケー、あばよ、これなんでこんなの置いてあるんだろうね。対処しやすくしてくれてるだけか、不気味極まりない。おらよ、一応見ておくか、カメラが動く限りですが、見える範囲にあるとは珍しい。ん？おや？おい、そんなこと言ったら後ろが行きたくなるがよ、怖いんだがよ、危ねえがよ、ほわーほわー、セーフ、なんとか乗り越えたぞ。逆って結構怖いよね、印象的に。ベル、登れと言ってるようなもんじゃないか。オッケー。ん？やべやべ。オッケー、ギリギリ。危ね危ね。ジャンプしないと壁で登らないというシステムを忘れちゃいけないね。オッケー。ヒュー。ちょっと待てや。ちょっと待てや。行くぜ。オッケー。でもこれ多分あんま変わんねえんだろうな。多分普通に行けたか、もともと。そうじゃなかったらあそこで、よいしょ。合ってるよ。お？ひゃっふー。こうでペイな物語が始まるんだぜ。すいません。すいません。スターがですね。スターがですね。スター。見えてるからさ。見えてるからには挑戦しなきゃいけねえんで。ああ、怖い。怖い怖い怖い、これやべえだろこのマップ。あ、しまった、ジャンプが。ちょっと一応くれ、いざって時に迎撃できる強みがあるんですよこれ。オッケーオッケー。あ、しまって、うわ、ちょっと待ってくれ、逃げれる、間に合う、オッケー、よしよしよし。まあなんやかんやコンプですよ、もうこんなの怖いからやらねえし。ちょっと待って、キノコサイズ、サイズどう？ L サイズ、 S サイズ、これ L、 これ L サイズですね。ああ、どっちにしろちょっと、うさんくさいわ。もういいや。一枚。もうちょっと助走つけたらいけそうでしたが、ほう、キノコも、なんかあれだね。英雄ぶってんのか、お前。十分頑張ったぞ、今回。なんか後半に行くにつれて素直になってる気がするんだけどね。なんでだろうな。序盤の方が普通簡単だよね。まあ、もともとそんなに真面目に探してなかった感はありますが。自然と拾えるのはなんか気持ち的にかなり楽でいいですね。おお、専用スペースまで設けられてんじゃん。さあ、では次行こうか。どんどん行っちまうぜ。しかし今の動画、録画時間5分か。結構後半だからというと長くなるわけでもないか。何これ、うわうまそう。なんだっけこれ、ハーベストとかだっけ。お菓子的にはあれだ、あとリッツ、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 はよ、お前らのジャンプ力意外とねえじゃねえか。あ、リッツ、あー、溶け、引っかかるな。うん、下になんかあるじゃない。こんにちは、なんもないじゃない。でけえ、いってえけど、あれ当たってねえ。よし、あばよ、なんか気になるな、こういうところがいけたりしたりするんだよね。ああいうちょっと色が違うところはすり抜けポイントのように感じてしまうのは間違いなくウールワールド病。よいしょ。さて、まず上を、なんかあるなこれ、この上どっちに行くか、こっちだ。よし、グリーンスター一つ確認。こっちはないな。わあ、幅跳びでも取れないのかよ。気をつけろ。結構あれ難易度高くね。どうしよっか、あれ。見えてるのに取れないっていうのは歯がゆいな。うわ、マジマジ、どうやって取んのこれ。くっそ。見せびらかしとはひどい。どうする、これ壁蹴りで
無理か。くそ、見えてんのに、見えてんのに。くそ。幅跳びを決めたらいけんのかね、あれ。ギリギリ。対空出してんじゃねえぞ、お前。見てから出しやがったな。あ、というか、落ちればいけんじゃねと思ったけど、思ったより遠いわ。こっから見て何か、なんかここもっこりしてない？上にもなんかあるのかもね。よし。あれがおそらく1個目でしょう。全部確認しておけば、後で取るとき楽だからね。大抵猫持ってくればなんとかなりそうだが。怖い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 。気をつけろよ。パックンって結構殺意高いよな。こうしてみると。あ、いてててちょっと行き過ぎちまった。あ、やめて。ちょっと待って。お前ら共食いかよ。やめてやるよ。危ねえし。おお、お下ブーメラン持ってるやついたぞ、今。おいおい、分けてくれよ。命と引き換えになりそうだな、これ。もう一個なかった。もう一個なかった。もう一回チャンスないですか？くそ、きついのかよ。ならば、うおお、いけた。意外となんとかなるもんだぜ。よし。スタンプだけでも回収。な、今どっから出てきた？この上あんのか。へぇ。こいつらかなりきついんだけど。いて、なんか手段あんのかね、これ。通り抜ける隙間あったか。隅っこ行けば行けんのかね。謎が、お？こんにちは。なんで？ギミック解けてねえんだけど、こういうのあんの。さっきのあれもそういうことか。ちょっと待って、ちょっと待って。へけ？へけ？へけ？ちょっと、うわぁ！お邪魔しました。ほらよ、オッケー。気分爽快だね。戻ってこい。よし。ここになんかあるんだけど、これどうやって見たんだろうね。つうか、これあれか、もしかして。これ普通に、こいつらの下くぐってくればいいの、私なぜか逆から攻めてんのか、これ。そういうやつじゃねえからって多分言われてるパターンだろうな、これ。違う、そうじゃないみたいな。ここどこ？ここどこ？ここどこ？ちょっと待って。ここどこ？落下判定あんの今の。オッケー、戻ってきたぜ。あばよ。よしよし、これだけの話だぜ。ちょっと待ってくれ。この上に乗っていくとかそういうのないよな。いけなくもないんじゃね、これ。挑戦してみたくなるよな。おい、こんにちは。何もなかったぜと思ったけど、これこの上登れそうじゃね。これ降りて大丈夫ですか？無理か、上ないね。よいしょ。さてさて、一応下見とこうか。ゴールは目前なのか、これ。ゴールだ。今のところどっかにやっぱあったんじゃねえか。ちょっと待ってくれ。なんでこんな段差用意してあるんですかね。これ絶対上いけるじゃん。くそ、動かせねえ。一個逃し、え、何あれ。勇気を持って踏み出すべきだよ。来たぜ。お邪魔します。いけたいけたいけたのはいいんだけど、時間がねえんだよ。ほら待て。おい、よこしな。オッケー、あった。しかも時間もこれで増えたし。よしよしよし。56に置くっていうのはこれ意地悪っすね。まあでもクッパマスじゃない、クッパマップにはふさわしい感じのあれですかね。残り1個取るときに、頂上も取っておきましょうか。大抵猫で来ればいい感じですね。あれ？今回は元気だな。違いが分からんぜ。元気いっぱいだったらいいのか？わあ、なんか、まさに今の私の姿みたいなスタンプもらっちまったぜ。お、200だ。さて、次は？おー、強制スクロールっぽい。どんどん行くぜ。今のマップはちょっと時間かかっちまったな。よし。
久々にちょっと、あ、キャラ変える余地がなかったし。おお前なんかネッシーだっけ、こういう生き物いますよね。ネシザウルスか。行こうぜ。うー、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。そこすんの、ちょっとあれジャンプで行けばいいのかな。一緒に行こうぜ、無限大の可能性を秘めた大地へ。目をなんか合わせてくれなかったね。あれどうやって取ればいいかな。ジャンプで跳ねていけばいけるのか。ドイツを踏めばいいんだ。全部踏むってわけではなさそうだよね。あーえー意外とお前そんなに弾くんだ。初めて知ったね、何気に。お？オッケー取った。よしよし。なんかジャンプ力上がってない？条件はよくわからん。加速すればいいんでしょうかね。で、ちょっと待って。せっかくこれ取るの結構残機持ってかれてるのがお分かりいただけますでしょうか。なので、あー取れない。でもしゃあない。もうそこ諦める。いいの、これ持ってくぞ。せっかくだし。なんで取れたのかよく分かってねえからね。なんなんだよこの意味ありげな地形はよ。おいおい、見えない床なんて洒落たもの起きやがってよ。怖えよ。ゴールまで持っていくぞ。多分中間ないですから、このマップ。怖いよ。クッパ、これクッパに体当たりしろとかそういうのありそうじゃない。頑張ろうぜ、頑張ろうぜ。いや、やり直しだぜ。さてどうしたもんかな。ジャンプ力が上がるタイミングがあるらしいんですけど、まあ、見ててくださいね。なんか適当にこうやってスピードを上げてない時のこれ、ほらすごい高いでしょ。ほら、これは低い。何なんだろうね、この差。それが分からんと。OKOK。でも取れた。よしよしよし。連打、とにかくぴょんぴょん跳ねるのはダメなのかもしれない。タイミングよくかな。雰囲気的にそう見えるが。OK。100点の回答へ近づいていて。さて、クッパーの間に入るか。こいつらに、こいつすげえなんか、むしろ弾いてきそうなんですけどね。あそこにクッパ1個置いてあるのすごい気になると思うんです。ぶっ潰せと言ってるようなもんじゃない？クッパの像ってそういう扱いするものだと思うし。行こうか。俺は。無理か。お、当たった当たった！やっぱそうだぜ。オッケー。あとはゴールするだけ。パーフェクトのクリアが私を待ってる。意外と乗り物にしては攻略早かったね、今回。オッケーオッケーオッケー。あばよね、シザウルス。ひどい目に合わせてすまねえな。ちょっと待て。なんでこんなに無駄に地形広いの？なんかあったりするんじゃないの？ここら辺でなんか体調が出てきたりしないかなと思ったけど、まあ多分ないと思うので、こういう割と景色だけ見せてくれるっていうのはマリオには珍しくない。ほう。ほう。オッケー。もうここには来なくていいな。よし。100点のクリア、無事達成できてよかった。